はい、ンチャンネルのルのリオです。今日はですね明日から始まります藤井風さんのですねホールツアー、えー、参戦する方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、えー、それの注意点というか参加する時にどんな持ち物がいいのとかどんな、えー、ことすればいいのっていう初めてライブ初めてに行く方とか慣れてない方も多いかなと思いますのでこの「 私まあ風さんのライブはあんまり行ったことないんですけどあのライブをたくさん行ってる自負がある私がですねちょっとお話をしていきたいなと思いますライブ行く方、まあ、もしあのトレードあのチャレンジ中の方是非最後まで動画見ていただけると幸いです このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっていますもし少しでも役に立ったよとかあの良かったよって思った方はですね是非チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします <noise> はいさて早速本題に入っていこうと思,い思うんですけども明日えー ついにですね藤井風さんのホールツアー神奈川県からスタートしますなんかねもう実感がないんですけども私はあのちなみにツアーを1か所ねあのチケット取れてるので参加しようと思っていますがあ皆さん、まあ、まだちょっとチケット取れてない方も取れてる方もいらっしゃると思うんですけども結構ねあのコメント欄とかで、まあ、ツアーの時の持ち物がどうしたらいいですかとか。 あとは何時頃行ったらいいですかとかっていう質問がねあ,のあったのでまあ僕なりの回答をですねさせていただきたいなと思っております。まずでですすねね持ち物ですねこれはあのまあいろんな動画でお話ししてるかもしれないんですけどもまず必須なのがですねあの紙付けの方はですね紙のチケットと身分証明書を持っていってください。 え身分証明書はあの指定のものがあるのでか瀬さんの,あの公式のページで確認をしてあのちゃんと持っていってください2枚2点持っていかないといけないものとかもあるので是非それはちゃんと確認してそれはもう忘れると参加できないのでもうマストですねであとスマッチ系の方もあのスマホを忘れないようにしてくださいあのスマホイコールチケットなので忘れちゃうと入れないので気をつけてくださいね でスマホの方も今回身分証明の確認があるかもということなので一応持っていくようにしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いますただ前回のツアーホー,ルホールじゃないなアリーナツアーの時はスマホの人は身分確認はなしでしたので一応情報としてお伝えしておきますでですね、えっと、スマホのチケットの方はですね、まあ、ちょっと僕前から言ってるんですけど一応スマホの,あのバッテリー モババイルバッテリーをを持ってていくことをお勧めしてま,す、まあ、あのまあ充電が切れるってことは考えにくいんですけどもあのちょっとねあの充電なくなって入れないみたいなことがあると困るので充電のモバイルバッテリーを持っていくと、まあ、気持ちに余裕ができてライブ楽しめるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので是非ねあのこの辺り今,今,まで今まで紹介したところは 絶対に忘れてはいけないものになってますのでぜひそちらは持っていってくださいでます <noise>、えー、まずですねこのコロナ禍であの僕が思ったのはマスあのまあねあの暑いんでライブ結構暑かったりとか、まあ、感動して泣いちゃったりとかする人もいるとは思う汗もかきますしなのでマスクの替えがあると。 あの結構いいんじゃないかなっていうふうに思ってますあと、えー、今回、えー、とツアーグッズの中にちっちゃいタオルはあると思うんですけどなん縦長のタオルあのサカナクションみたいなタオルがないのでまあ大きいタオルを1つ持っていってもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね汗対策っていう意味ではマスクとタオルがいいんじゃないかなっていうふうに思いますあと、えー 1人一人0 0の人とか今回チケットの兼ね合いであの多いとは思うのであの貴重品入れみたいなちっちゃいこのポシェットとかあのサコッシュとか言われるものを持っていくとちょっとね離席する時とかあのライブ会場だけじゃなくてちょっとこうあのお手洗いに行ったりとかあの離席する時にあの貴重品だけまとめてポッと持っていけると楽だと思いますのでまあその辺りあるといいんじゃないかなっていうふうに思います。 であとはお、えー、っと大きめの袋 <laughs> さっきちっちゃいちっちゃいポシェットとおっきめの袋っていうのがあの今回あのツアーグッズの、えー、注意事項を読んだんですけど袋はあのお渡ししませんっていうことが書かれていたので、まあ、グッズ買いたい人とかは特にですね袋おっきめの何て言うんですかねエコバッグみたいなのがあると、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思います、えー、手ぶらで行くとちょっと痛い目に遭うかもしれないですね今回は。 でえー、っとあとはですねそのグッズにまつわるお話ですが現金が必要ですあのクレジットカードとか使えないみたいなのでグッズ買われる方はなので現金を持っていきましょう僕もちょっと現金忘れそうだなと思ってあの現金持っていきましょうであとあるといいなと思うのは飲み物ですね飲み物いいと思いますあのいると思うんですけど あの今回はホールツアーなので、まあ、比較的規模がちっちゃいツアーになってるので収容、まあ、人数が少ないツアーになってるのであの会場付近のコンビニがめちゃくちゃ並んで買えないってことはないとは思うんですけどもし可能であれば自分の家の近くのコンビニでちょっとあのお菓子とかあの飲み物とか買っていく方が無難かなというふうに思います。 あとはですね双眼鏡いどんな双眼鏡おすすめですかっていうコメントもあったんですけど僕あんまりライブの時双眼鏡を使わないですねはいごめんなさいなのでかぜさ,さんの顔が見たい方はですねあの双眼鏡を持って行った方がいいとは思うんですがちょっとおすすめはわからないのでもしねおすすめあればコメント欄であの双眼鏡ユーザーの方教えてください。 持ち物は、うん、こんんななもんかなと最低限こんなもんかなと思いますあと僕は個人的にはあの目薬目が結構かさむ時があって目薬を入れるとちょっとねあの視界も綺麗に見えますしき、まあ、綺麗にあのあの映像というか風さんのステージを楽しみたいなと思うので目薬結構持っていきますねあとは何だろうな あとはこれはちょっと持ち物ではないんですけど前の日の晩とかに耳掃除をするようにしてますライブの前の日とかはなんか綺麗に音が聞けそうなのであの耳掃除はするようになんて言うんですかねリス,ケリスペクトも込めてやってますねてな感じには持ち物かなと思っておりますあとですね服装に関してはあの脱,げ脱いだり羽織ったりできるもの例えば T シャツにカーディガンとか の方がいいいいいんじゃないかなかっていう,ふうに思いますな薄手のパーカーとかで行っちゃうと暑くて脱げないみたいなあのライブ中はもう暑くて仕方がないみたいなことがあるのであの着たり脱いだりできやすい格好、まあ、T シャツでも中はそんなに寒くないと思いますホールの中は会場の中はちょっとねコロナで換気があったりする会場があったりするのであるはずなので。 あのコロナ禍のライブでちょっと寒いなと思ったことはあるのでまあパーカーとかあのシャカシャカみたいなやつを持っていくのもいいとは思うんですけどまあ着たり脱いだりできるあの服装がいいのではないかなと思っております。で僕失敗したお話で言いますと冬それは冬のライブだったと思うんですけどヒートテックに T シャツを着てて。 まあちょっとライブ中暑くてヒートテックライブ中脱ぎましたっていうのを失敗をしたので脱ぎやすい格好がおすすめです、まあ、夏なので暑い暑,暑い格好していくってことはなかなかないと思うんですけどはいってな感じですねあとまあグッズがえと会場の2時間半前にあの 発売開始とということで、えっと、チケットの持っている方だけになってしまうみたいなんですけどグッズの販売があのオンラインでもありましたけど会場でもあるプラスあのオンラインでは発売してなかった T シャツとポストカードだったっけなあのが発売されるみたいなのでそれもあの2時間半前からなので。 まあどうでしょうねちょっと前回のホールツアーの時はあの結構並んだんですよその動画もリンク貼っとこうと思うんですけどまあ、規模が違うので何とも言えないです今正直でもまあ多分並んでるだろうなっていう風 <laughs> には思いますなので会場2時間半前に行ってもすぐ帰るわけではないとは思ってます、まあ、ちょっと並ばないといけないんだろうなっていう風には思います まあこの辺りの情報はあの実際に参加した方のお話とかを聞いてあのここの動画で今後まとめて出したいなと思いますのでちょっとねあの初日行く方とかは是非ね情報提供していただけるとありがたいです。あとはあれですねあのリクエスト風さんもあのこんな曲やってほしいですっていうリクエストも2時間半前からあるみたいなので結構ギリギリに行くのはおすすめしないかもしれないですね。会場 まあグッズいらないやっていう方はですねまあ会場の1時間前ぐらいをめどに到着すればいいんじゃないかなっていうふうには思います。僕は結構あの 遠征してる時とかはもう5分前とかに行ったりするんですけど、まあ、今回はちょっと僕もゆっくりめにあのゆったりめに行こうかなと思っておりますのでちょっと余裕見ていった方がいろいろねグッズとかリクエストの応募とかもあるのでいいんじゃないかなっていうふうに思いますがちょっと推測の域を過ぎないので何かこう情報が出てきたらですねまたお話ししたいなと思います。 え今日はですね、ツアーの持ち物とか服装とか、あとはいつ頃行ったらいいのかみたいなお話をさせていただきました。まだね、ツアーが始まってないので、今回のツアーの何て言うんですか、長さとか分かんないんですけど、ちょっとね、いろいろライブに行ってる身としてお話をさせていただきましたが、ためになりましたでしょうか。もしね、少しでも役立ったとか、良かったよって方はですね、ぜひ教えていただけると、いいねとか。 押していいたただけるとありがたいですでですね結構あの僕の意見も偏ってると思いますのでこんな持ち物あるといいよとかあのこうだったよみたいな話あの実際にライブに行ってこうだったよみたいなお話があればですね是非コメント欄で教えていただけるとありがたいですではいよいよツアー始まりますねあのなんかあんまり実感ないんですけどねあの是非あの楽しめるように頑張ってこ,この動画もこ,このチャンネルも頑張っていこうと思いますので是非 次の動画も、えー、期待しておいてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。